えー、では始めさせていただきたいと思います、えっとですね、最初にですね私、こういうカンファレンスとか出ると、必ず会場に参加している皆さんのこう写真を撮るという、でツイッターに流すというのをやっているので、できればあの顔、映られたくないという方は隠していただいて、はい全部入らないかな、チ <laughs>、はい、チーズパチャはい。 ありがとうございました。はい、ということで、この写真をえっ、ー、とツイッターに流しつつ、話を進めさせていただきたいと思います。 はいといととうことで、えっと、自己紹介ですけれども、はい、清水川と申します、フィリピン・マニラに在住しております、昨日の朝、飛行機でやってまいりました、来週帰ります、Python プログラマ歴とか,か,か書いてある感じですけれども、えー、コミュニティ運営を長らくやってまして、ミニハッカーソンとか、Python、ミニハッカーソンスフィンクスユーザー JP、Python、PyConJP アソシエーション、このイベントの運営母体ですね、の、えー、と会計なんかをやってたりします、p e o p l e o u d という会社に所属していて、IT アーキテクトを名乗らせていただいて。 ま本の執筆翻訳っていうのが2010年から始めていて13冊目13年やって13冊なんでまあまあやってきたなという感じになっておりますで、えー、とその「スフィンクスをはじめよう」の第3版の、えーとまあ、スフィンクスって何かっていうとドキュメンテーションの Python でよく見る公式サイト Python の公式のドキュメントとかそういったものを作ってるんですけど に使われているんですけども、えっとこの本はスフィンクスで執筆をしてそのまんまレビュービルダーっていうので出して組合までワンソースで出版を行ったという感じになってます。まあ、ドキュメンテーションだけじゃなく本の執筆にも使えますよみたいな感じで、あ参会もやらせてもらいまして今日今日明日はないみたいなんですよオライリーさん明日ないので今日お買い上げいただけると嬉しいなという感じです。 はい、ではアジェンダ、この JANGOORM、どんな SQL 実行しているの、はい、?1 の方、実行している SQL いつも確認する2の方、意図しないタイミングで SQL 箱を避ける3の方、理想の SQL から ORM を組むという感じで進めさせていただきたいと思います。はい、質疑応答の時間も取れるといいなと思っております。はい、最初、じゃあこの j a n g o o ル r m どんな SQL ル実行しているのというところでいきたいと思います。まずは問題です、実際の現場であったコードの簡易版です、そのまま出すとちょっと触りがありますので。 はい、どんなスケールを実行しているでしょう、見えるかな、遠くの方、大丈夫か、ちょっとわからないですけど、えっとデモしえっと、資料、ツイッターのリンクから開いていただいても読めますので、そちら見ていただければと思いますが、Django のビュー関数ですね、リクエストを受け取って、クエリスターフオブジェクトドードアバイ、ラストログインドットオンリー PK ネーム、レビューの差分というのはこの部分でした。 で差分はこれだけなんで問題ないよなって感じなんですけれども私が気になったのはこの SQL 変更してるけど ORM 変更してるけどどんな SQL 出るんだっけっていうあたりですで問題はこのクエリーどんな SQL 発行してると思いますかだけだとちょっとつらいのでモデル定義こんな感じちょっと小さくてすみませんネームとラストログインっていうフィールドがあるだけです そしてインデックス HTML。こっちはえっとレンダーで渡しているやつですね。レンダーで言っているのは staff staff、f o r s t タ f f i n s t ッ f f s 受け取ったスタッフ数の変数を for 文で回して、href を生成して、まあ、リンクのところ、詳細のところに飛べるようになっている感じですね。スタッフ .name を表示して、スタッフバースタッフステータスっていうフィルターを使って表示しているという感じです。はい。e、セレクトアスタフロムスタッフオーダーバイラストログイン。ろ、セレクト p k ト、カ m マ、ネーム、フロムスタッフオーダーバイラストログイン。は、分からん。<laughs> はい、いかがでしょうか、考えてみましょう、ヒントは少なめですが、コードも少なめだったんで、まあ考えてもらうしかないんですけども、えーまあ、レビューでパッと来たときに、気づけるかなみたいな感じの、若干意地悪部分もある、設、えー、問ですが、答え、そろそろいきたいと思います。 聞いてみようかなイだと思う人、お一人、二人、三人、はいありがとうございます、ろだと思う人、お元気よく手があった、えーと、カウントできない、20人か25人ぐらいですね、はい全体は50人いないぐらいだから、まあ、40人中っ,って感じですかね、はわ分からん、はい、分からんは分からんの種類にもよりますが、ね、<laughs> 10人ぐらいですかね、はい、ありがとうございます。ということで、答えは分からんです。 では実際に見ていきたいと思うんですけども、注目したのはこのオンリーの部分です。はあ、時間が押している中、デモをするというのは、なかなか勇気がいりますが、よいしょ。はいではちょっとデモさせていただきます。えー、ああ、違う。あこれ、この機能を使うと便利かもしれない。すみません、少々お待ちください、ウィンドウズが固まりました。あ戻ってきた、よかった。えー、っと、この、あれ あはいはいはい、なんかぐちゃぐちゃになってます、すみません。よああ、ああ,あ、はい、はいえーと、ちょっと見えているのがあれですが、これはモニターの都合上、こうしないといけないんじゃないか、俺。よいしょ 本番中に機材の移動するってなかなか怖いことをしてありますが、はい、これを実行しています今、えっと、下これもまた見づらいですねもうちょっと大きくしようかな、はい、これでなんとかって感じですね、はい、上にモデルのコードが先ほどありました、えー、とこれビューズですね、はい、オンリーネームですねで下に URL が出てますけどもこれをちょっとですね先ほどのスライドの、えー、と上に隠れてるので こっちに移動してはい、えっ、ー、とスタッフにアクセスをします。スタッフス？スタッフス？スタッフか。はいはい表示されました。はい四件レコードがあります。裏を見ると何回、えー、いっぱい出てます。先ほどのスタッフ ID とネームをスタッフから取ってオーダーバイしているののかに ID を指定したクエリが一二三四と四個出ております。 何をやっているかというと、ID とネームだけじゃなくて、ラストログインが欲しかったみたいですね。こんな感じで、SQL はドドドンと、行数分だけ再発行されているという感じになっていました。はい、ということで、デモから本ちゃんのこっちに戻りますが、はい、えー、どんな SQL、おこれじゃないあ、スライドショーが止まっているじゃないですか、すいませんね。えーはい ババタバタしてすみません。はい、ということで、えー、どんな SQL を実行しているかというと、えー、先ほどのい,といでもろでもなく、は、わからんということで、えーっと、こんな感じで出ておりました。やってみると、どんな感じで出てくるかというのは、なかなか想像がつかないという一例であります。SQL、クエリセットの使い方によって変わってしまいます。でえー、っと皆さんの選択は、えーっと、3名の方がい、25名の方がろ。 でそれ以外の方、大丈夫かなって思われたのか、本当に分からなかったのかは分からないですけども、も、えー、オンリー見ておって思った方は、ORM 市販になれるかもという感じです。はい、ということで、ジャンゴアルム上場の方を進めていきたいと思います。えー、ジャンゴアルム、便利なんですけども、時々、えーと、すごく効率の悪い SQL を発行することもあります。先ほどの例は N プラス1と呼ばれるやつで、N 項の、えー、と行数に対して、 プラス1は最初のクエリですね。最初のクエリ1個読んだ後、と、取れてきた件数分だけさらに s k l 発行しちゃうやつですね。でこういうのを見つけてい,くいかないとなかなかデータベースのリクエストが多くなりすぎて、ウェブサイトが重いみたいなことになってしまいます。これを経験や勘に頼らず処理を効率よく行うことができるように、基本の方から見直していきたいと思います。ということで、3つの基本,基本形、基本型ですね。1つ実行している s k l をいつも確認しよう。1つ意図しないタイミングでの s k l 発行を避けよう。 一つ理想の S.K. から O.R.M. を組もうということになります。はあはい。でここでちょっと水を飲みながら、えー、と広告を表示させていただきます。はい。えっ、ー、と、あ、マスク外す外して喋ろうと思って忘れてました、えー。弊社メンバー募集しておりますので興味のある方は今すあ今すぐ行くと困るんであの発表終わってから弊社ブースに <laughs> はい行ってもらえると助かります。 嬉しいです本もいくつか、ここに載っている本、全部か分からないけど、あの見れますので、お手に取ってみてもらえればと思います。はい、ということで、1の方、実行しているスケールいつも確認しましょう。実行しているスケールを確認するには、Jango でスケール実行ロゴを出すという設定があってです、ね、settings.py にここに書いてあるような、a、えー、n g o .db.backends っていうロガーを設定することで出すことができます。さっきデモをしましたけれども、えー、デモのところではもうこれは設定してあった状態です。 ではちょっと、えっと、確認もう一回していきたいと思いますが、確認する内容は画面アクセスで s スー l が表示される、これはもう見ましたね、マイグレーションとかでも s ー l が出てきます、N プラス1の原因コードを修正も、ちょっとそのままやってみたいと思います。はい、先ほどのコードです、一、えー、回これをです、ね、止めて、いろいろ出るよっていうのを表示するために止めまして、どうすんだ、ここ,、はいえー、とこ,こで、えー、マネージパイ、マイグレートを実行してみます。 はい、いいなんかいっぱい出ました、はい。マイグレートを実行したのは結構上この辺あこの辺ですねはいなんかコマンド実行した直後にえっ、ー、と SQL マスターっていうとこからスキーマ情報を取ってその後 SQL マスターからまたスキーマ情報を取ってそのっ、えー、とマイグレーションを見つけるためになんか その辺からジャンゴマイグレーションズっていうテーブルに参照して現状と一致してるかなみたいなのをテーブルの数だけダーッと走ってる SQL が見えておりますこんな感じで、えっと、ORM のログ設定をすると表示することができますで実際にランサーバーで起動してまた SQL マスターから取ってますけども、えー、っと表示した上で先ほどのデモの方で出していたこの画面をリロード何回か今クリックしてますけどもをするとこっちのログの方に、えー、今何回かクリックしたので いいっぱい出てますねちょっと同時に見せたお見せしたいんですけども、えー、できるかなよはいはいということであれんんこれじゃない君じゃないぞよよえー、っとこっちですね見せたいのはねこれを、えー、11で解除して解除してんのかこれあできたはいで、はい、すいませんでした でこちらを、えー、とデータを1回クリアしてリロードするとこんな感じでだーっと出てるというのが分かりますこれを改善,改善するという感じですねで改善するにはどうするかというとさっきのビューズパイの中で、えー、とありましたのでビューズパイ開いてこいつの、えー、とオンリーの部分がちょっと狭いめちゃくちゃ狭いですけどもオンリーの部分で PK ネームって絞っちゃってるからラストログインを取りに行ってるのであればここのオンリーの部分をコメントアウトして えーまあ、全部取っちゃうようにしましょうとこの状態でジャンゴが自動的にリロードするのでこっちの画面をリロードしますはい終わりましたえっとセレクトが1回だけ走ってもうそれ以上 N 回の発生はしなくなっているという状態ですはいこちらで、えー、とこの修正は終わりましたまあ知ってればこのぐらいでできるって感じですかねはいということで、えー、デモはこれで終わりまして、えー、無事 修正することもできましたし、ログが出てるのも確認できました。はい、ということで、オンリー今コメントアウトしたんで、オンリー使うの怖いなってなるとちょっと違うんですけども、えっと、DB の通信とか減らすのにオンリーは有効です、巨大なデータ持ってきたくないのに、使わないのに取ってきて、そこだけでなんか、えっと、例えば画像ファイルが DB に入ってるなんてこともあるので、そういったときにオンリー使わずに取ってくるのがいいかというと、全然良くないという感じですね。 あるいは数万件取ってくるようなときに半分は参照しないカラムなのであれば数万件のデータ数かけるサイズが半分になるのでそれだけで速くなったりもするのでオンリーが悪いというわけではないただ、クエリセットの使い方次第では逆効果絞ったつもりなのに後でまた SQL 発行してそれが重いみたいなことになっちゃうのでえまあ場合によるということになります指定外のカラムアクセスすると SQL 発行するのは避けましょうという感じですね。 ということで、えっと、ORM そのものの話でもあるんですが、ログ出すって結構大事だよねっていうことで、何やってるか分かんないまんま、あれをオンリーをコメントアウトしたら、SQL 発行されてるかどうか、ログに出てないのにどうやって確認するかみたいな話もあったりするので、ログに出すっていうのは結構大事です。でスポーツ選手とか、例えばあのダンスとか、ダンスとかあのバレエとかって鏡、すごい大きいのあるじゃないですか、あれ、姿見なしで練習せよって言っても、なかなかよくならないですね。 スポーツ選手における鏡、ダンスにおける鏡みたいなのは、えっとプログラミングでいうと、ログ出力かなと、今何が起きているの、どうなっているのっていうのを、えっと、シュッとさせるには、ログがないと、えっと、手探りになってしまって、良くなっているかどうかすら分からんという感じになります。そこは大事ですね。であとは s q l これは ORM の話ですけども、s q l 常に観察する習慣を見つけた方がいいと思います。クエリセットに手を加えたり、クエリセットを使った処理を変更するときとか、あとはあのレビューに出すとき。 ここを s q l こうなってますよって書き添えてあげると、これ、かなりレビューアーとしては嬉しいですね。何が起きてるんだろう、分かんないけど、オーダーバイ書いてるだけだから、LGTM とかやると,えっとまあ見逃すという感じですね。受け取った側も同じように、これ、s q l ORM 書き換えてるけど、大丈夫みたいなところを思ったら、s q l 出力添えてあると楽だしなくても、自分で確認する必要があったりというのはあると思います。はい とということでログ見る、ログ見るって話をしてきたんですけど、コンソールログだーってあんないっぱい出てるの全部目で見るのっていう話もあって、ログ以外で s ー l 確認しようと思ったら、ジャン o デバッグツールバーっていう昔からある便利なツールがあって、そこで s ー l 情報を確認できたり、これグラフィカルにあの時系列でどの s q l が実行されててどのぐらい時間かかってるかも出てますね。あとはウェブ画面が使えないいっていう 場合もありますジャン最近ではあの API サーバーとして実装するので画面ありませんという場合には使えないので、えー、そういうときにはちょっと使えないので別の方法ジャンゴシルク l k というのがありましてこちらは別のビューを表示することができるので、えっと、別の特別な URL にアクセスするとジャンゴ内部で SQL がどのぐらい発行されてるかどのぐらい時間かかってるかみたいなのが確認できます。うん ただ、これはその代わりなんですけど、データベースに保存するので、本番で使うと、本番のデータベースに蓄積されてしまいますし、トランザクションを使っていると、トランザクションの範囲内で動こうとして、トランザクション同士が競合、普通に複数のリクエストが同時にある場合には、データベースのリクエスト、SQL 実行を記録するトランザクションが競合したりするので、そこで本番では何ともない、本番のコード帳では特に問題ないのに、ジャンゴシルクが。 トランザクションを競合を起こしてロールバックして障害になるみたいなこともありました、経験しました、はい、マジかよっていう感じですけど、はい、ので、えっと、本番利用は避けたほうがいいと思います、まあ、ベース DB に逃がすっていうのもあるんですけども、まあ、それは一旦置いといてあ、そういう副作用も認識しておく必要がありますねという感じです、はい、まままたたちょっと水飲ませていただきます。 はい、今言ってるような話題とかツールの紹介なんかも本で書籍で紹介させていただいております。b ブープラ l a d b にはサンプル置いてますので見ていただければと思いますし Web 抜粋版がありましてレビュー弊社内でのレビューする時にこういうふうにあるよねって言ってリンクをポンとプルリクエストのコメントに書いて。 えと細かい説明全部しなくてもここに全部書いてあるみたいな感じでウェブ抜粋版が使えるようになってますのでウェブ抜粋版見てもらって、えー、引用してもらったりしつつ「なんで?」の部分こ,うこれはちょっとまずいのでこうした方がいいですよね全部公開してるんですけどそこの途中の解説とかそういった細かい話は省略してますのでそういったところも含めて身につけるという意味では、えー、書籍ご手に取っていただければと思います。 とということで2の方いきたいと思います。意図しないタイミングでス s ー l 発行を避けようということで問題2です。実際に現場であったものを元にしたものです。はい、サムモデル .objects.filter のあと意図しない s ー l 発行を避けるにはどうするのか先ほどはの方で HTML の方でアクセスして事故っちゃってました。でこれの場合はどうするのか。 まあ、クエリセットテンプレートの渡したら N プラスの発生したのが問題だったんで、クエリセットをテンプレートに渡さなければいいのではないか、どっか別のところに渡すから使われちゃうのであって、閉じ込めればいいのではないか、そうですね。ということで、イ、リスト QS っていうので、SQL ハックをもうここで確定させて、確定したデータを使う。で、取り出したデータをデータクラスに詰め替えて、えー、使いやすく加工しましょうと。ロ リスト QS なんですけど、.values を使って SQL 発行を確定させます。これはあの、Values は辞書のデータ返してくれるので、モデルオブジェクトじ辞書のデータ返してくれるので、えー、E よりも確実に SQL 発行をそこで止めることができます。QS、クエリセットをやめて、Pandas.read u n d e s SQL してデータフレーム上で処理。なんで持ち出したで、Pandas、どうした何が起きたみたいな感じですけども、Pandas、実際にありました。 2、場合による。はい、さあ、答えはどれでしょう、勘のいい皆さんは分かっていると思いますが、2、場合による。はい、ということでいきたいと思います。えー、とちょっと字が多いですけども、なんで、い、え、い、っと e、ローハーにってあるかっていうと、s q l 発行、い、e e、のところを読みますね、s q l 発行確定させるのはいいんですけどで、クラス定義、データクラス用意して、詰め替えてって、結構手間なんですね、明確にはなるんですけど、結構手間です。で 期待通りに詰め替えられてるかってユニットテスト、コード書いたらユニットテスト書きますよねってことは、詰め替えコードのほかにユニットテストも増えると、なかなかハードな道ですね。これを一発でやってくれるライブラリなんかもあるので、ジャンゴジャンクそっちに乗り換えようみたいな話もあったりするんですけど、それは置いておきます。ロ、qs.values をリストにして発行させて。 スケール発行して辞書化これ取り出した時点で辞書になっているのでデータ詰め替えはいりません楽ですが、えっと、クエリセットを受け取ることを期待しているジャンゴレストフレームワークシリアライザーとかは、えっと、辞書型で渡されても困るわっていうか辞書型で受け取ったものをシリアライズできるんですけど、まあ、そっちはそっちで今度別の実装をどんどん書き,かえ書き足していかなきゃいけなくなったりするのでちょっと相性は悪い。 QS をやめて p a n d a s r e a d s q l 使いましょうっていうのは確定 s q l 実行はここでしか絶対起きなくてデータしか取れないんで確定するんですが Pandas を持ち出す必要があったかはよくよく考えた方がいいんじゃないでしょうかっていうのはありましたそのあが Pandas のデータフレームを使った処理に特化していくようなバッチ系の処理でとか、まあ、バッチ系だからといって Pandas がいいか分かんないですけどもいろいろ理由はあるんでしょうけどよく考えましょうという感じです はいということで事例としては今言ったようなえっとデータ加工取得をしてえっと加工してデータクラスに詰め替えてみたいなことをいろんなレイヤーで分散して処理してしまっていましたその結果実装コードテストコードの増加が起こりコードの見通しが分散して分量増えているので悪くなり。 まあ、レイヤーが増えただけ問題ってやつですねいろんなレイヤーでいろんなことやってるんだけどやってることは1個みたいな感じでなんかバトンリレーがいっぱいあるみたいな感じですね。で付け焼き場の対策バトンリレーしてるんでいろんな変数を足したらいろんな変数を関数の引数に渡してバトンリレーします。でデータクラスがだんだん,なんかよく分かんなくなってきて目的がないバケツになっててデータが明確になるみたいな話はどこ行ったみたいな感じになっちゃってこれだったら辞書でいいよねみたいな例がありました。 これでレビューをもらってどうしようという感じになったりするわけなんですけども、えー、無駄にそういった複雑なコードは結構問題がありますどんな対策が考えられるかあなたはレビューアーですかもしれないしコードを修正する立場ですかもしれませんで、えー、と行動が複雑な変 えっと課題としてコードが複雑で変更が適切か分からない、プルリクエストもらってもレビュー、ポイントどこだろうみたいな感じになっちゃうときに、コードをシンプルにしてから考えたほうがいいと思います。複雑なまま見ててもよく分からんというのはその通りだと思いますで。複数レイヤーに分散して見通しが悪いのであれば、一、まあ、回思考、自分の考えを整理するためにコードを1ファイルに集約してしまってもいいと思います。でデータを詰め替えるのが手間だというので、手間が明らかであれば処理でき、省略できる処理をバッサリ削除するというのも1つ手だとしては。 手だと思いますデータクラスがバケツになっている、廃止しましょう。付け焼き場の対策コードが多い。うんこれはまあシンプルなコードで、なんで付け焼き場の,その対策が起きちゃってるのか、バトンリレーが起きちゃってるのかみたいなのを理解するには、シンプルに一番やりたい最適解は何だみたいなのを一旦書いてみてから、えー、考えるでもいいと思います。ということで、91、えー、最初に紹介したコード例に説明しますと、これはシンプルで、ある意味シンプルで、ビューズとインデックス HTML だけでしたけども、ここにスタッフ,タッフアンダスカースコアステッ スステータスっていう最後フィルターっていうのかながあってこのここの中でアクセス、えー、とラストログインにアクセスしていたのが問題でしたこれをちょっと集約してみます1ファイルに集約しました読めるかなえっ、ー、と一番上ジャンゴの初期化ですえっ、ー、とジャンゴのコマンドドットパイトライワンドットパイみたいなのを作ってもジャンゴの初期化とかを行って 実行するときやってくれないのでジャンゴ .setup を読んで初期化かけてあげます。でもってビ e w s パ p y の中身はコピペイ,でインデックス HTML の中身は Python コードとして整理し直してこんな感じでスタッフスタース,ステータスみたいな感じで関数で渡してあげると先ほどの N プラス1の再現がこのままできます。Python スペース Try1.py みたいな感じでさらっと実行できます。 ちょっとこのあとデモがあったんですが時間も押しているのでそのままデモなしでいきたいと思いますがえこういった1ファイルにまとまっていると,えっとさっきはあのオンリーをやめたわけですけどここドとバリューズに変えましょうさっきのイ、e、ーローハニーの「は」のところですねん。んかなはい バリューズに変えましょうとバリューズに変えて PK ネームラストログインというのを取るような形にしてスタッフさそうするとクエリセットじゃなくて辞書になるのでスタッフステータスも辞書を扱えるやつを用意して辞書で HTML レンダリングするようにプリント文を書いてますけどもやってみましょうという感じですね。 でこんな感じで、これ一発で書けるわけじゃないので、もっと複雑な行動だったら、もっと様子があるわけですけども、ジャンゴだと ORM のジョインとか、そういったものもいっぱいあると思うんですけど、これを1ファイルの中でこれで実行すると、実行して書き換えて、実行して書き換えてみたいなループになります。まあ、試行錯誤のループを、さっき言ってたようなデータモデルにデータファイル、データモデルがあって、えーえーと ビューズがあってシリアライザーがあってインデックス HTML があってソースコードを書き換えてブラウザでリロードしてみたいなことをやっていると非常に手間が多くていつまでたってもなんか最適化にならないなみたいな感じになったりするんですけども1ファイルに集約して書き換えて実行書き換えて実行っていうループに変えることで目的のものっていうのを早く得られるし実際に何が必要で何がいらないものなのかフレームワークじゃなくって自分たちのルールに縛られてレイヤー分けちゃって問題になっているところ がバッサリ消えるのでこれでいいじゃんみたいなものが見えやすくなってきますそんなわけで一ファイルに集約するメリットはコードが一つ一ファイルなので把握しやすいですし画面操作不要ですし適切なモジュールの配置整形 例えばブラックかけようとかリンターかけようみたいな感じで考えていると毎回毎回こう正しく書かなきゃみたいな感じになってきて開業は2つでとか考えるわけですけどももう捨てるんでこのファイルこのファイル捨てるんでもう開業なしでインポート文がどこに登場してもいいよねみたいな感じで書いていったりします。 とということでえっと、いたしないし SQL 発行を防止するにはコード全体を把握して ORM クエリーの準備をしてデータ確保して利用の処理っていうのを見て一箇所にまとめて必要十分の SQL この出力が得られる SQL はこうだからみたいな感じで全体を調整して最も効率的なコードっていうのを1ファイル上でまとめた上で改めてもともとの守らなければいけないルールフレームワークの都合だったり、えっと、開発の都合だったりあると思うんですけどそちらに戻していくと。 いうやり方はい。ということで、えー、と時間が押してまいりましたので3の方理想の SQL から ORM を組今ここをフリーとして、えっと、最,最も良い必要十分の SQL が発行されるように全体を調整すると言ったんですがそれを ORM 上でこねこねやっててもなかなかゴールにたどり着かないので SQL 欲しい SQL はこれだ これがあれば本当に出したいものだけ取ってきて出せるぞ、みたいな SQL を用意してから o i m を組むといいですよ、そのやり方はっていう話なんですが、時間がいっぱいになりましたので、ここで終わりにしたいと思います。はい、ということで、えー、時間、もうちょっとあるので、質疑応答の時間はありますありますよね、はい、とさせていただきます、何か質問などある方いらっしゃいますでしょうか。 はいどうぞはいありがとうございましたふだんジャンゴの ORM に,に頼りっぱなしで SQL を生で見る能力にちょっと自信がないんですけどもどうやってき鍛えていけばいいんですかね本を読めばいいんですかねささっきの <laughs> そうですね SQL 私もジャンゴ始めた頃は SQL は知らんセレクト文しかわからんみたいな感じだったんですけど少しずつ少しずつ なんか身についていてた感じです正直今も理論的にこうすればいいみたいな回答は持っていなくてただ楽だから ORM で任せようって言っていた私をとりあえず今10年20年ぐらい前にタイムワープできたら殴りますね <laughs> まず SQL を書け話はそれからだ分かんなくてもいいから書けみたいな最近だとチャット GPT とかあるから代わりに書いてもらって なんかそこからコピペすると絶対事故るんで <laughs> あのどういう意味だろうって言って解釈してそうやって身につけてくって手もありがとうございますありがとうございましたすみませんちょっと時間の都合上質問は一旦ここまでとさせていただきますあは,いはいじゃあ皆さんありがとうございました、はい、発表ありりががととううごござざいいままししたああこれおまけの CM ですおまけの CM ですはい <laughs> あの目で見てはいよろしくお願いします。ありがとうございます。